お疲れ様です。ボンです。昨日の動画にグッドボタンが1546、コメントが113も来ています。皆さんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、直樹も喜んでると思います。はい、それでね、おとついね、直樹らと一緒にご飯食べた時に、直樹にまっちゃんの魅力も聞いてるんですよ。まっちゃんのどういうとこに魅力があるのということを聞いたんですよ。その話はね、まだ後日しようかなと思ってたんですけども、昨日まっちゃんが俺の魅力の話をしてくれと、なんか俺悪いやつになってるやんと催促の電話がありました。なので今日は直樹に聞いたまっちゃんの魅力という話をしたいと思います。はい、今回はね、神回みたいな感じになると思うんですよ。自分はね、基本まっちゃんのいいことは言わないようにしてるんですけども、今回はちょっとまっちゃんのかっこいい話になってしまいます。はい、では直樹に聞いたまっちゃんの魅力、その話をね、直樹に振った時に、直樹は1本ぐらいって考えたんですよ。兄貴の魅力ですか、また難しいこと聞きますねっていう感じで直樹は考え込んだんですよ。そしたらまっちゃんが、そんなもんなんもでもあるやろと。そしたらまっちゃんの娘が、そらパパあかんて、そら直樹兄ちゃんかわいそうやわと、パパにいいとこって娘の私でもよう見つけやんからって言われてました。それでまあ直樹が重い口を開いたんですよ。今思い出せること一個しかないんですよと。昔ね、直樹がパチンコ台の回収の仕事をしてたんですよ。古なったパチンコ台をパチンコ屋からまあタダで取ってたんかな、タダで回収してたと思うんですけど、それを中国に輸出してたんですよ。まあ貿易の会社をしてたんですよ、直樹が。そっからまあ金とか鉄とかなんかいろいろ取れるらしいんですよ、そのパチンコ台からね。だからそれを中国になんか出してたらしいんですけど、そのことでね、まあ日本にいてる不良中国人ですね、不良外国人の中国人、そこと直樹がトラブルになったらしいんですよ。千葉県のね、松戸の方に倉庫があったんですよ、直樹の。なんか4軒か5軒ぐらい、並んでるような倉庫でね。そんな大きい倉庫じゃないらしいんですけど、まあ倉庫があったんですよ。直樹がある日、その倉庫に、まあ行ったんですよ。で、従業員のおっちゃんが2人行けるらしいんですよ。で、直樹が着いて、5分ぐらいしたらね、車3台で、中国人が10人ぐらい来たらしいんですよ。バタバタっとね。で、直樹は、あ、これやばいなと思って、おっちゃん2人を、まあ、逃がしたんですよ。で、直樹はやっぱり逃げるわけにいけへんから、そのまま倉庫に残ったらしいんですよ。で、そのおっちゃんのうちの1人が、まっちゃんのことを知ってたんですよ。それで、そのおっちゃんが、まっちゃんに電話かけて、今倉庫に、ややこしい人間が10人ぐらい来て、トラブルになってると。その中国人とかそんなことも言わずにね。で、まっちゃんはその時、東京拘置所で面会した後だったらしいんですよ、ちょうど。松戸まで、車で20分あれば行けると。その倉庫までね。まっちゃんはその倉庫の場所知ってたらしいんですよ。で、まっちゃんは車ね、その時、プレジデント乗ってたんですよ。そのプレジデントは、ある人間から、まあ、借りてた車なんですよ。白色のね、プレジデントのロング乗ってたんですよ。それ乗って、大急ぎでその松戸に向かったんですよ。途中、スーパーか何かによって、包丁を2本買ったらしいんですよ。一応ね、念のために何も持ってないから。急遽のことなんでね。で、そのまま松戸に向かって。20分ぐらいでその倉庫に着いたらしいんですよ。そしたら、まっちゃんの話では、行ったらもうぐだぐだって揉めてるように見えたと。で、1台の車のトランクが開いてたらしいんですよ。で、あかん、直樹さらわれるってその時に突然思ったらしいんですよ。で、そのまま、そのプレジデントで、その人間らをババババーンって引いたらしいんですよ。まっちゃんが。まあ、相手人数多いから、まっちゃんと直樹だけではやられると。そう、まあ、判断したらしいんですよ、まっちゃんは。
それは正しい判断だと思うんですよ。自分でもそうしたと思います。それでババババーンって跳ねて、もう一回バックで残りの人間を跳ねようとしたらしいんですよ。ほらその時に直樹まで一緒に引いてしまったらしいんですよ、バックで。直樹は来てくれた時は、あ兄貴やと、あおっさんが電話かけてんなと、だから兄貴来てくれたってこうちょっと嬉しい気持ちだったらしいんですけど、そのバックで引かれた瞬間、何しに来てんこいつってまあ思ったらしいんですよ。包丁2本持って車が降りてきて、お前らどこの組じゃこらーって中国人で知らんからね、その時はどこの組じゃこらーって勝負したらかかってこいって言うて包丁2本持ってね、やっぱりその姿見て直樹は痺れたって言ってました。あの姿は兄貴はかっこよかったと。それで中国人も車に鉄パイプを取りに行ったらしいんですよ。で鉄パイプ持ってバッて来たんですけど、まっちゃんが全然ひるむことなくかかってもんかいって言ったのを見て、まあ、怪我してる人間も、まあ、中国人何人もいてたんで、そのまっちゃんに引かれてね。で、行ったその中国人のボスみたいな人間がね、もう乗れと、車に。お前らみんな乗れと。で、そのボスみたいな人間が一人残って、今度話しようと。まっちゃんはその時に初めて片言の日本語やから、中国人やって気づいたんですよ。でもその時は何も言わずに、分かったと。今度じゃあ話しようっていうことで、その場は終わったんですよ。で、中国人はまた車に乗って引き上げていったんですよ。で、直樹はそのまま引かれてるもんやから、病院に連れて行ったら、足の骨がきっちり折れてたらしいです。で、まあ、電池1ヶ月ぐらいで、まあ、ギプス巻いてね、まずまずれで、直樹は、その後動いてたらしいんですけど、それで後日、その中国人だと話することになったらしいんですよ。まあ、ある場所でね、板橋かどっかでって言ったかな、話することになったらしいんですよ。まあ、その時もちろん、まっちゃんも一緒に行ってるんですよ。直樹とまっちゃんと。ね、もう一人、まっちゃんの若い人を一人連れて、3人で行ってるんですよ。で、中国の人も3人で来てたらしいんですよ。その時に仕事の話、そのパチンコ台の話になったらしいんですよ。お金の話にね。そしたら、まっちゃんが想像してたよりも、10倍以上、直樹がその仕事で儲けてたらしいんですよ。で、話し合いの途中に、まっちゃんが、直樹に、直樹はどんだけしのいどんじゃこらと。お前そんなこと俺に一言も言えへんだやろって。この前お前30万渡したやつ返せ今すぐって言うてね。だから30万を、直樹の何かの関係のお祝いか何かで、まっちゃん30万円渡したらしいんですよ。その30万を返せと。一回出したものをね、ヤクザが。まあ、そういう男なんですよ、まっちゃんはね。それで、直樹が、まあ兄貴そんな話後でしましょうと。とりあえず今、この話をやりましょうと。その中国人との話をね。でもまっちゃんが、もう直樹がそんなけお金儲けしてることに腹立ててるから、まああるものをね、握りしめて。お前らこらやと。日本来てごちゃ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 抜かすなこらと。ここは日本やぞと。日本来たら日本人に従わんかいこらやと。なめとったらあかんとこらーって言って、大声でね、あるものをまあ握りしめながら、殺しまうぞこらーって言って、まあ言うたらしいんですよ。まあ中国人はものすごくそれで、まあ、ひるんでたらしいです。まあ、役だって分かっとるからね、直樹のことも、まっちゃんのことももちろん。で、やられるんちゃうかって、向こうも、そういう感じだったらしいんですよ。で、分かったと。中国人は。でも、なんか条件つけてきたらしいんですよ。まあ、それはまっちゃんは分かったと。でももうそれ以上言うなよと。その部分は、俺が責任持って、直樹にやらすと。まあ、金額の問題だと思うんですけどね、それは。あ、中国の人も分かりましたと。じゃあそれでお願いしますって言うて、その話は終わったらしいんですよ。だから今度、その直樹が儲けてたお金の話と、そのプレジデントの修理代。それ、まっちゃんの車じゃないからね。ある人間から借りてたんですよ。で、その修理代の件で、話し合いになって。まあ、結局、直樹を助けに行ったから、車はああいう風になったと。だから、それはお前が弁償しろと。お前が直せと。綺麗に。で、お前、そのしのぎを、俺にくれとは言えへんと。そのしのぎで、儲けた分の何パーセントかは、まっちゃんファミリーみたいなのがあったんですよ。その仇の人も含めてね。そこの会費として、毎月いくら納めろと。だから、あとは何も儲けてもいいと。でもお前もう一人で儲けすぎやと。還元したらと、他の人間にも。
そこはちょっといいとこあるんですよ。まーちゃんは自分には1円もいらんと、俺には持ってこんでと、会費として納めろとみたいなことをまあ言ったんですよ。で直樹は、あ、それならしますよと、わかりましたってまあ返事したんですよ。でプレゼント修理出したら、中国人を引いた時にね、どっかに擦っていってるんですよ、まーちゃんが。彼がどっかに、あ、中国人の車に擦ったって言ったかな、ちょっとそこ忘れてたんですけど、結構修理代がかかったらしいんですよ。60万か70万ぐらいかかったらしいんですよ。プレゼントの持ち主に話をしに行くんですよ。あの修理に出すから返されへんからね。でその時にそのある人間に言ったのはね、直樹がぶつけよったと、直樹に運転させてたら直樹が居眠りしてぶつけたんやと、悪いなポンちゃん。そのプレゼントの持ち主は自分なんですよ。その話を自分は一昨日まで直樹がぶつけたと思ってたんですよ。違うんですよ、まっちゃんが中国人を引いてるんですよ。その時につけた傷なんですよ。直樹もまっちゃんもそれを言ってないのを忘れて、その場で喋ってしまったんですよ。あの時のポンちゃん、プレジの話あったやんと、あれの時のやつや、あの話やんって、自分全く知らないんですよ。直樹が居眠りしてぶつけたと、それしか聞いてなかったんですよ。ひどい男でしょ、あの男。はい、まあまっちゃんでそんな男です。でも直樹は兄貴が車で来て包丁を持って表に出た時はほんまに痺れましたと、この男かっこええなって思いましたって言ってましたね。でも足も痛かったですと、引かれた足ね。はい、まあまっちゃんでそんなかっこいいとこもあるんです。でもお金はケチです。はい、ということで今日はまっちゃんの魅力について喋ってみました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。